皆さんこんにちは。中年ライフチャンネル YouTube メンバーのこうちゃんです。今日もあの動画をご視聴いただきありがとうございます。前に出した私のあの昭和の番組クイズとかですね、出来事クイズでですね、皆様から少し反響がありまして、あの簡単すぎはしないかという声を少しいただいたんですがね、あの前、まあ簡単でいいと思うんですけれどもね、楽しくできればね、前問題をいっぱい作りすぎましたので、今日はその続きをやりたいと思います。皆さんどうかお付き合いください。では一問いきましょう。あたり〇〇のクラッカー、これは皆さんわかりますね。これは皆さんわかりますよね。はい、前田のクラッカーとお答えになったあなた、よくご存知で、というか、これは、あの、わからなかったら、あの、昭和失格かもしれませんね。はい、次の問題も行きましょう。川口博士が洞窟に入る。ね、この番組はですね、水曜スペシャル探検シリーズで、作詞作曲は、カモン達夫さんだったんですね。その歌い出しのところで、これ皆さん、〇〇と〇〇違う言葉が入るんですが、皆さんお分かりになるでしょうか。川口博士が洞窟に入る。の後から、あの、歌えたら怒られるかもしれませんね。はい。皆さんお分かりになるでしょうかね。はい。カメラマンと照明さんとお答えになったあなた、よくご存知です。これはちょっとマニアックだったかもしれませんね。はい。次の問題も行きましょうね。八代亜紀さんが歌った船歌、お酒はぬるめ。いい歌ですよね。そこでね、女は〇〇な人がいいと言ってるんですよね。はい。皆さんお分かりになるでしょうか。女は無口な人がいいとお答えになったあなた、よくご存知だそうなんですね。はい。次の問題も行きましょう。昭和41年ドリフターズでいい湯だなっていう曲がね、あの発売されてね、私ね、これレコード持ってましたよ、私ね。ここでね、4つの温泉があの紹介されるんですね。その、登別の湯、白浜の湯、別府の湯、もう一つは何という湯でしょうかね。ここは北国、登別の湯。ねえ、こんな歌でしたよね。はい。草津の湯とお答えになったあなた、よくご存知で、そうなんですね。草津温泉、湯もみがあるところですね。はい。次の問題も行きましょう。1977年、沢田研二さんがね、帽子を投げるこうパフォーマンスがあったんですよね。その曲を何というか皆さん、ご存知でしょうか。知っているとは思いますがね。はい。勝手に仕上がれとお答えになったあなた、よくご存知です。そうなんです。ここ。壁際に願い。こんなんやってましたね。はい。次の問題も行きましょう。中森明菜さん。ね、これ曲名は伏せてます。曲名をお答えいただきたいんですね。恋も二度目なら、少しは上手に愛のメッセージを伝えたい。私ね、中森明菜さんのファンで、ポスターをよく部屋に貼ったり、天井まで貼ってましたよね。はい。セカンドラブとお答えになったあなた、よくご存知ですね。はい。そうなんですね。はい。次の問題も行きましょう。次はね、曲から少し離れますね。バッチリとグッド。ね、この略のこと、今こんな言葉を使っていたら、ちょっとあの、お年寄りの方かなと思われるかもしれません。この言葉が皆さんお分かりになりますよね。はい。バッチグーな、とお答えになったあなた、よくご存知です。よくご存知でも、あの、お使いにならないでくださいね。はい、次の問題も行きましょう。今は聞かなくなりましたね。
あの、昔はね、お父さんが怒るとひっくり返す行為があったんだよね。それを皆さんわかりますでしょうか。はい、ちゃぶ台返しとお答えになったあなた、よくご存知ですね。今はね、ダイニングテーブルに変わってますからね、あの、ちゃぶ台返しができないんですね。だからね、こんな言葉ももう聞かなくなっていますよね。はい、次の問題はですね、ドラマ系になっていきます。いきましょう。主人公、青島幸男さんがおばあさんの姿をしてね、出演していた番組、皆さんをね、覚えていますよね。はい、覚えてますね。はい、意地悪ばあさんとお答えになったあなた、よくご存知だ。そうなんですね。はい、次は映画になります。映画の問題いきますよ。出演がですね、高倉健さん、倍賞千恵子さん、桃井かおりさん、武田鉄矢さんでですね、北海道を舞台にした映画で、網走刑務所からこの高倉健さんが出所してくるとかいう、そういうストーリーだったんですね。この映画皆さんわかりますよね。はい、幸せの黄色いハンカチとお答えになったあなた、さすが、素晴らしいですね。このね、あの黄色いハンカチがパーッとございます。あれは感動しましたね、私ね。はい、次も行きましょう。少年エリオットと宇宙人の友情を描いた映画になるんですね。少年がですね、自転車乗って前かごにね、宇宙人が乗るとですね、こうふわーっと行ってですね、空を飛んでいってですね、あの満月がバックになったりするような映画なんですね。例えばここを怪我してですね、こうピキーとかね、こういう映画だ。ちょっと表現が悪いかもしれませんね。はい、その映画を E.T. とお答えになったあなた、よくご存知で。そうなんですね、 E.T. なんですね。はい、次はですね、漫画の問題になります。大阪の下町のホルモン焼き屋を切り盛りする小学5年生の女の子が主人公なんですね。お父さんは鉄という名前で、喧嘩や博打に明け暮れているんですね。友達にひらめちゃんやいう子がいましたよね。皆さんこの番組お分かりでしょうかね。はい、ジャリンコ知恵とお答えになったあなた、よくご存知ですね。はい、はい、そうなんですね。はい、次の問題もじゃんじゃんいきましょう。鉄郎メーテル劇場さん、これね、ちょっと私問題読まなかったんですけどね、もうわかるでしょうね、皆さん。はい、銀河鉄道39とお答えになったあなた、はい、正解ですね。はい、次はですね、あの、その漫画のオープニングの歌詞だけを、あの、表示します。皆さんお分かりになるでしょうかね。行きましょう。子供だなんて思ったら大間違いよ、女の子。皆さんお分かりになります？子供だなんて歌ったらいかんね。はい、魔女っ子メグとお答えになったあなた、よくご存知で。そうなんですね。はい、次も、あの、漫画の歌詞だけを、オープニングの歌詞だけを言いますよね。はい、いきますよ。くしゃみ一つで呼ばれたからは、それが私のご主人様よ。皆さんわかるでしょうかね。くしゃみ一つ。ね、こうあったんですね。はい、アクション大魔王とお答えになったあなた、よくご存知ですね。はい、次の問題はですね、今日一番難しい、マニアックな、あの、本当にマニアックな問題になります。いきましょう。1982年4月放送でですね、パタリロっていうのがあったんですよ。パタリロがよく踊っていた〇〇温度っていうのがあるんですけど、皆さんわかるでしょうかね、これは。誰が殺した？皆さんわかりますか、これ。ちょっとマニアックやね。はい。クックロビンとお答えになったあなた。そうなんですね。クックロビンなんですね。
はい、次は政治の問題になります。行きましょう。新潟県出身の政治家で、後に内閣総理大臣になったんですね。日本列島改造論とかですね、すごい豪腕だった、ね、すごいね、方だったんですが、ロッキード事件でその権力も衰退していくんですね。さあ、これは誰か、皆さんお分かりですよね。はい。田中角栄とお答えになったあなた、よくご存知ですね。そうなんですね。はい、次の問題がですね、最後の問題になります。昔はですね、私ね、カセットテープで、ザ・ベスト10とかね、漫画の取材歌が流れた、こう、テレビの前でこうやって録音しよったんですよ。もうアナログな世界でしたよね。今はそんな方はいないと思いますが、でも、途中からですね、ダビングや音ができるようになったんですね。そのダビングする機械を何と言うでしょうか。皆さんわかりますでしょうかね。はい。ダブルデッキとお答えになったあなた、よくご存知ですね。ダブルデッキ、ダブルラジカセでもいいと思います。こんなやつですよ。こんなんがあったんですよね。そしてね、倍速で、録音も、にゃ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 ってね、こんなこともできてましたよね。はい、今日の動画発信はここまでになります。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。またね、別の動画でね、お会いしましょうね。はい、さようなら。